オウム真理教の、死刑囚がですね、かなり一度に処刑されたもんですから、もともと死刑反対論の人もいるし、それから一度にあんまり多く死刑したってダメじゃないかとか、すでに死刑の判決を受けているにもかかわらず、罪の軽重によって決めるべきじゃないかとか、いろんなものが出ております。それで簡単な方から片付けますと、死刑の判決があればですね、基本的にはそれが法治国家ですから、死刑制度というのが存在する限り、人権的にももうこの再審の可能性はあまりないというような時点とかですね、そういう時点で死刑を執行するのは正しいことだと思います。死刑にはある程度の、裁判にはある程度の誤審というのも含んでいることも加味してですね、社会が成立しているわけであります。ましてですね、刑の重さ軽さ、例えば100人殺した人を先に死刑にして、10人しか殺さない人を後に死刑するなんて、そんなようなことはないわけで、それは裁判官が判断することでありますので、他の人が判断しちゃいけない。現在の制度ではですね、日本の制度では、最高裁判所を頂点とする法律のシステムの中で死刑判決を受け、それが確定したら法務大臣が執行のタイミングを見ると、いうことだけは許されておりますが、それ以外は許されておりません。法務大臣が執行のタイミングを見るということが適当かどうかもですね、これはやはり社会システムの中で存在しますから、国民が決めた通りに実施をするというのが筋だというふうに思います。死刑廃止論を見ますとですね、死刑廃止論とは長くありまして、特に最近では、死刑を廃止論に賛成する方がなんかインテリというかですね、知識人というか進歩人みたいに思われて、死刑を維持する方は野蛮人であるという感じがありますが、そうではありません。長く、ハンムラビ法典およびユダヤ法典などから延々と引き継がれてきた、人間社会の法律体系と、いうものはですね、その基本の基本はですね、目には目を、歯には歯をという概念、自分が他人に損害を与えたらその損害は贖うのだと、もっと基本的には犯罪にならなくても100万円を借りれば100万円を返すんだっていうことなんですよね。100万円を借りたけども100万円返さなくていいよということになると、これは我々の社会の構成をもう一回全部考え直さなきゃいけない。ですから、相手の腕を切り落としたら自分の腕が切り落とされるかどうかは別にして、切り落とされるに相当する刑を受けると、例えば懲役刑を受けると、例えば相手の腕を切り落としたら、それは相手にとってどのくらいの損害になるのかと、いうことで、例えば人生の半分を捨てるとかですね、4分の1を捨てるとかいうことを決めて、それで監獄に代わりに入るということであります。で、そういった規則はですね、人間の、このアコースティック哲学の宗教論、もしくはそういった心の問題から言えばですね、遺伝子の命ずるままであるということになるわけですね。そうなりますと、今度は死刑ということになると、相手を殺人殺したってことになると、相手の命をもう贖うことができないわけですよ。どういう方法でもできないわけですね。全財産を投げ打っても、自分の全人生を懲役刑にしてもですね、自分はご飯を食べて美味しさを味わうし、いろんなことをしますんでね、仮に保釈されるようなことも起こると、恩赦もあると、そうなりますと、それはやっぱり法というものをどう作るかの根源にかかりますね。ですから、人を殺した場合には、基本的には死刑ということなんで、最近のように一人殺しても死刑にならないと、複数殺したら死刑になるっていうごときですね、なんか人の死というものが数によって重さが変わるという、日本の裁判制度、裁判の慣行というのは非常に私はおかしいと思いますね。もしそれがそうならですね、法の関係者は国民に向かって、国民が決めるんですからね、法の関係者が専門家じゃないわけですから、国民に向かってなぜですね、1人の死と2人の死、10人の死という重さが違うのかと、そのことをですね、法律的じゃなくて、これは法律の問題じゃないんですよね、
法律っていうのは単に社会的な考え方を制度にしたに過ぎないわけです。裁判官とか弁護士とか検事っていうのはその 法になったものを実施する、正しく実施するのに過ぎないわけですから、まあ、例えば弁護士会かなんかが死刑を反対したりですね、とんでもないことで、要するに死刑の廃止運動っていうのもしあれば、それは弁護士から出てくるもんじゃなくて、社会から出てくるもんじゃなくちゃいけないわけですね。もちろん弁護士も一社会人ですから、それは一社会人として活動するのは構いませんが、弁護士が法律に反対するってことはやっぱりまずいんですね。これどうしてかと言いますと、裁判官の検事とか弁護士っていうのは国会で定まった法律を忠実に実行する専門職であって、決して法律に何かイチャモンをつけるような資格でも何でもないわけです。ですから弁護士資格というものを名乗って死刑の廃止論を唱えるっていうのは、まあ、筋違いということになりますので、そこはぐっとこらえなきゃいけないわけですね。それから弁護士なんかから出てくる死刑廃止論の多くは、死刑を廃止しても殺人の数が変わらないと、まあ、そういうくだらないことを言ってるんですけど、これは全然我々通常の国民が考えてることと違うんですよ。我々は法の基本を言ってるんですね。法というのは100万円借りたら100万円返すと、これが法なんだと。だから100万円返して100万円貸したのに100万円返してくれない場合は、我々が裁判に訴えたら裁判官が100万円返しなさいとその人に言うんですよ。で、返せないと言ったら、じゃあ家屋敷を出しなさいと。家屋敷が50万円にしか相当しなかったら50万円分ちゃんと働いて返しなさいと、こういうふうに命令してくれるのが裁判官。そのために我々は裁判官を雇ってるんですよ。裁判官とか弁護士が威張っちゃいけないんですよ。我々国民が雇って皆さんの給料を出してるわけですからね。まあ、そういう意味では、日本人はもう明らかにですね、私も含めて人の命を殺して亡くした場合は、基本的には自分の命を投げ出す以外に、この社会における通念を守ることができないと考えてるわけですね。よく死刑囚の人権なんつってますけど、死刑囚っていうのは死刑を犯したの、あ、じゃあ死刑囚じゃなくて殺人犯の人権なんつってますけど、殺人犯っていうのは殺人を犯した時点でもうですね、人権はないんですよ。つまりもう人を殺してるから人権はないんです。これは仕方がないわけですね。それから誤審があるじゃないか、これはですね、悪いことがあると悪いことを二重に重ねて直そうっていうことは時々行われるわけですね。これはマイナスかけるマイナスイコールプラスと言ってもいいんですけども、まあ、そういった手段というのは結構世の中には多いわけですよ。悪いことを直さんといかんのに、悪いことをそのままにして、そしてもう一個悪いことを重ねることによって悪いことの欠陥を直すってやつですね。もちろん、冤罪をいかにしてなくすかということに全力を注がなきゃいけないわけですが、まあ、日本にはその冤罪をなくすのが弁護士制度ですからね。弁護士が頑張って冤罪をなくすと、まあ、いうことがもう非常に重要なことで、やっぱり弁護士会はですね、なぜ冤罪があるのかという研究会を十分にしなきゃいけないんですが、私が私は司法関係というか法曹関係というかかなり詳しいんですけれども、それでも弁護士会がですね、いかにして冤罪をなくすかという研究会を盛んにしているということはありません。それから法律関係の雑誌を読んでもですね、なんていうんですかね、そういう本当に基本的な、まあ、日本の刑事裁判の有罪率が 99.9% であるのを直さなきゃ直んないかないとかですね、裁判官の任命が最高裁判所総局によってコントロールされてるんではないかとか、それから裁判官の裁判にこういう冤罪があったけども、この冤罪をなくすためには弁護士としてはどのようなことをやるのかというようなことはもうさっぱり議論されておりません。日本弁護士会の中枢部はもう政治活動に没頭しておりますし、日本弁護士会に所属する弁護士の末端の方はですね、末端って言ったら失礼なんですけど、一般の弁護士さんの方はお金儲けに奔走していると、まあ、いうことで、もっと弁護士学と弁護士力というものの研鑽を積んでもらいたい、そういうことをなくして死刑の廃止論なんかを弁護士会が唱えるのはもう憤慨ものであると、
何あなた方法律を考えてるんですか、誰が主人なんですかと聞きたくなりますね。